はいどうも、天童よしみです。今回はですね、デトロイトビカムヒューマン、これずっとやりたかったゲームなんやけど、なんか要はアンドロイドを AI やね、人工知能を持った人間型のロボットがこの世の中にいたらどうなるんだろうっていう多分話、まあそんな簡単な話なんかちょっとわからへんけどって感じでやっていきたいと思います。ではスタート。デトロイトビカムヒューマン。デトロイトビカムヒューマン。ね、いいね。めちゃ綺麗。こんにちは。デトロイトビカムヒューマンへようこそ。はい。私はアンドロイド案内役です。アンドロイドね。始める前にまずはあなたのプレイ環境を整えていきましょう。プレイ環境。それではプロフィールを選びましょう。プロフィール。何？操作が複雑になるが没入感の高いモード、難易度も高く失敗すればキャラクターが死亡する可能性がある方。あ、2つしかない。まあこれでいいんじゃないの、多分これに最初。このアイコンの表示中は本体の電源を切らないでください。あ、了解です。それでは早速始めましょう。そのなんかこめかみにあるマークと同じマークで、これは私たちの物語、私たち、そしてあなたたちの未来。あなたたちのね、怖いはもうなんかホラーじゃないのに、ね、ちょっと怖くなってきた。うわ楽しみやわ。アンドロイドって書いてる。あ、こいつもロボや、ロボ。ネクタイ締めるんやな、ちゃんと。交渉人が到着。繰り返す。交渉人が到着。え、左スティックで移動。うわあ、すごい。これもうゲーム始まってんの。うわ、気持ち悪い。首動く。うわ、すごい。気持ち悪い、気持ち悪い。レトロゲームばっかやってるから。すごいわ。もうなんかちょっとサンプル立ってんもん。えぐえぐい。何？右スティックでアクション実行。おう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 。おな、あるよ。なんか。何？な、怖い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 。どうしたどうした？こうか？ん？あ、こうね。うわ、すごっ。これデータがわかんねえ、アンドロイドやから。28年9月2日。誕生日か。ジョン・フィリップス。これ覚えなあかんのかな。なんとなくでいいや。お、なんかあるよ。ほら、ここ。お願い、あの子を助けてください。まさか、まさかアンドロイドを。さあ、奥さん、いや、行きましょう。そんなのダメよ。待って、やめて。それって言われてる。怖い怖い。なんか魚落ちてるけど。ドワーフグラミー。ほう、助けよう。なんで、なんでこれ出てきたんやろな。アラン隊長を探す。緊迫感がいきなりすごいやん、開幕から。誰か知ってんの。なになに、見えへんねん、キャラ、人が見えへん。あ、あれがアラン隊長だったね。アラン隊長こっちの方じゃなかった？これか？あ、話す。アラン隊長、私はコナー、サイバーライフのアンドロイドです。奴は制御不能だ。俺の部下もすでに二人やられた。無視。奴を撃てばバルコニーから落ちて、娘も道連れだ。
表情、あ、なになにこれ、変異体の名前、挙動、様子がおかしかったという報告はありましたか。変異体、知らないな、どうでもいいだろう。交渉するには情報が必要ですから。彼の名前は、あ、そういうことか。いいか、子供を救うことだけ考えろ。お前があのアンドロイドを止められなきゃ、俺が始末をつける。え、何、時間を無駄にする。成功率 48%。 手段を問わず現場の状況を確認する。ん、あ、ん、よくわからんな、まだ。右スティックでカーソルを移動。おう、38口径の銃を持ってるってことかい。いやね、多分 9mm の銃弾。エネルギー再現。状況を再現する。ははは、なるほど、想像できるってこと。しまって上から取り出しました。父親の銃を使った。はい、父親？誰の父親？あ、あの子をつってたから、あの子のお父さんってことか。上に何かあるってこと？いや違うんか、それだけでいいんか。ん？人質の部屋を調べる。どこが誰の部屋か分からへん。あ、これ人質の部屋って。おお、来た。タブレット、タッチパッドでスワイプしてアクション実行。なるほど、名前が多かったんや。ダニエル。うん、すごい仲が良かったってことね、あのここちゃんと。ってことは、あの、え、ダニエルに囚われてるってことよね、多分。少しでも近づいたら飛び降りるぞ。あ、音楽や。あー、なるほど、銃声が聞こえなかった。これを、あー、なるほどね、分かってきた、分かってきた。ここで、あー、なるほどなるほど。なるほどね。これ何、推理ゲームか。うわ、びっくりした。え、びっくりした。何何、え、で、ど、ちょ、状況が分からん。どういう状況、どこにいるの。あ、あそこにかな。これだけ部屋。なんでいきなり爆発したん。うわ、撃たれてるやん。これ、サジンに穴、腹部に致命的な外傷。ここにも何発も撃たれてんのか。肺上部に出血、気胸なんて。ああ、まあ弾によって撃たれたってことね。目、目が開いてるかどうかか。あ、違う人や。ジョン・フィリップス。ああ、これさっきのお父さんみたいな。あの子のお父さんやん、多分これ。前におる。あ、座って何をしてたんや、これ。何かを持ってた。ほーん、あー、なるほど、なんかタブレットみたいなの見とったんやな。で、完全にエロ動画やん、これ。エッチーやつ見とったんちゃう、これ。エッチーやつ。
うわたまらんわこの2つのタワババが言うてる時にこうやってちょっ入るんやったおるやったおる言うてや言うてちょ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 ちゃんとノックして入ってよ言うて うわー言うてちゃうか持ってたタブレットや親父がアンドロイド AP700 のオーダーを受け付けましたご利用いただきありがとうございますあーなるほどなぜか買おうとしてたんやなんでやろううわびしゃちょびっくりするからマジで音がでかいよなんかあんのこれ。ん？何の意味があんの大仏は。よし、あ、話が分かってきたね。どうしよう、これ死体さっき見るか。今撃たれた方か。第一応答者。これは事件、今撃たれた人じゃないんか。これが誰かってことやね。アントニー・デッカード巡査。今が何時か分からへん。午後8時3分。なんで死んだんよ。ああ、あいつに撃たれたね。9ミリやからな。右心室に穴。どこやろ探すとこ面倒くさ。ああ、あったあった。待ってるやん。あ、何？スチニフン酸塩酸化アンチモン、うん、発砲は一発のどういうことなの発砲のこの時自分が撃ったってことかあうん人質は発砲目撃うんうんで変異体は警官に撃たれたああなるほどなるほどで帽子が飛んでったのああ武器を発見おおああなんでしょうこの人が使ってた銃ってことかねなんか行きたくなそうにしてる子供はめっちゃ近いで距離2発発砲ああなるほど面白いかもしれないこのゲームあっちの方調べて全部調べたよなこんなお湯一家夕食を取るとこだったああなるほどなるほど夕食を取るとこ奥さんはどこにおったんやろなここにおったんかああうわっ来たおい何ボケっとしてるあこれ何時間急がな感じもしかして待って待ってああ外に出るしかできひんくなった最悪やそういうことが急がなかんねやこれうわびしゃおっ来るな近づいたら飛び降りるぞいややめてお願いあなんか赤いライトになってるやあダニエルなぜ僕はコナーだ俺の名前を他にもいろいろ知っているよ君を助けに来たんだ何何見えへん何かが下がってるなんて書いてるか分からん読めんもう遅い手遅れなんだよ怖い怖い怖い
仲が良かったんだろう。君は裏切られたと思ったんだろうけど、それは違う。嘘をついてたんだ。愛されてると思ってた。切るんやった。だけど違う。この子も他のやつだと同じなんだ。何？やめて。なんで？買い替えられると知って君はショックを受けた。なあ、そうなんだろう。家族の一員だと思ってた。大事な存在だって。でも俺はただのおもちゃ。いらなくなったら捨てられるだけなんだ。どういうこと、どういうこと、なんでそんな怒ってんの。わかんねえ、これニュアンスがわからん、同情的に。ダニエル、君は何も悪くない。君が感じているその感情はソフトウェアのエラーなんだよ。それはやばいんちゃう。そうだ、俺のせいじゃない。こんなはずじゃ。やばない、やばない、やばない、やばない。愛してたんだ。やばない、やばない。なのにやばそうやねんけど。彼らにとって俺は、やめてやめてやめて、命令を聞くだけのただの奴隷だった。やめろやめろ。あの音おかしくなりそうだ。あのヘリコプターをどこかにやってくれ。どこかやろう、どこかやろう。従おう従おう。どこかやろう。暴れたいわけじゃないよこいつはな。だからそんな、いなくなったぞ。どうしようかな。信じろ。ダニエル、あかん。僕を信じてくれ。性的にか信じろか。人質を解放すれば君を傷つけたりしない。青にやってる。全員引き上げさせろ。それと車を用意しろ。車なの。町から出たら解放してやる。ダニエル、それはできない。やばいかな。すれば君を撃たないと約束するよ。死ぬのは嫌だ。安心させよ。死んだりしない。話をするだけだ。心配はいらないよ。約束する。わかった、君を信じる。よし、よしよしよし、よかった。音がでかい。うわ、赤になってる。裏切られたと思ってんやん。だからうわー、なんで撃ったん。嘘をついたら来な。うわ、後味悪い。そうなるわな、そら。あ、停止した。なんかちょっと嫌やな。あ、割り入り込むわこれ。さあ、いかがだったでしょうか。第1話ね、人質に取られた人間の家族を捜査官のアンドロイドが救う。俺がアンドロイド視点で動かすゲームやったね。すごいもう入り込んじゃって、ちょっと先めちゃくちゃ気になるんやけど、まあ、とりあえず今回はここまでってことで、この先一体どういう流れになっていくのか、何が起こるのか全く分からへんけども、どんどん解決していくのかな。うん、どこに着地するんやろね。なんかすごいドラマが待ってそうな気はします。ってことで、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ではでは、バイバイ。